ビル・ジェームズ一体伝堂に何が起きたのかはビル・ジェームズによるアメリカ合衆国のノンフィクション書籍。1994年5月2日にビル・ジェームズによって出版されたセーバーメトリクスの著作でありアメリカ野球伝道の歴史を取り上げている。ジェームズは殿堂入りメンバーに値するかを決定するために以下の統計的手法を用いている。 ベテランズ委員会の選考プロセスに対して強い不満を述べている。選手の成績が似通う度合いを示す指標であり、特定の選手がどの歴史的な選手に最も類似しているかを調べ、将来の通算成績を予測していく。各部門成績でどのくらいの頻度でリーグ10位以内に入ってきたかの尺度である。リーグ有数の番号は伝統的にグレーインクで表されているのでこのように、 命名された。電動入り打者の平均スコアは144前後で、あり、投手の平均スコアは185前後である。打者のトップは、タイカップの417であり、投手のトップは、サイヤングの472である。打者は、本塁打、打点、打率で4ポイント、得点、安打、超打率で3ポイント、二塁打、四球、盗塁で2ポイント、試合、打数。 三塁打で1ポイントが加算される。投手は、勝利数、防御率、脱三振で4ポイント、投球回、勝率、セーブで3ポイント、関東、予死休率、被安打率で2ポイント、登板、先発、完封で1ポイント加算される。各部門成績でどのくらいの頻度で、リーグ1位になったかの尺度である。リーグ1位は、 伝統的にブラックインクで表されているのでこのように命名された。各指標の加算ポイントはブラックインクテストと同じである。電動入り打者の平均スコアは27前後であり、投手の平均スコアは40前後である。打者のトップはベーブルースの161であり、投手時代の10を加えた合計171で全体トップを記録している。 平均的な電動入り選手が50に設定され、最高が100となる。通算成績のみが評価基準となる。これまでの最高値は、投手はクリスティマ・シューソンの84、野手はベーブルースの78である。将来的な電動入りの可能性を予測する。100を超えると10分に可能性があり、130を超えるとほぼ電動入りが、 確実視されるレベルとなる。スタンダードテストと違うのは、突出したシーズン数やタイトル受賞、表彰歴、リーグチャンピオンシップシリーズ進出以上の成績を、残したチームのレギュラーであることもプラス評価となる。これまでの最高値は、投手はウォルター・ジョンソンの364、野手はスタン・ミュージアルの452である。ありがとうございます。